花宗茂だ。我ら立花家中わしと妻銀杏が我ら柳川藩領最大の祭り鬼木を盛り上げるべく南々に会いに参った。我こそは立花家初代メッキ道雪様の娘にして立花山城の女長主銀杏所柳川の皆様方、こたびは我らが城下町柳川の祭り柳川戦国パークイン鬼木に参陣かない、これ以上の喜びはござりませぬ。戦国時代の九州で戦い生きた我ら戦国最強の夫婦と呼ばれる宗茂様と我銀千代の物語を伝えるため、立花宗茂と銀千代 NHK 大河ドラマ招致のため立花軍と共に参陣じゃ。参るぞ銀千代。お前様、立花左近の将軍源の宗虎である。幼き頃より立花山城主となり厳しい戦国の世を生きてまいった。修羅の場にありしも闇の中にありしも立花の義をこの胸にただ一筋の道を行くのみ。13の年に宗茂様の妻となり共に立花家と両国の繁栄を願った戦いの生涯に悔いはござりませぬ。我が守護本尊月光の巨神マリッセンよ、ご昇覧あれ。我らの魂を共に照らさん。鬼道雪の娘にして気高き戦士、筑後柳川藩初代藩主立花宗茂、西国無双の誉れ高き武将立花宗茂が妻銀千代、我ら立花家中皆々本日はようお参られた。我らを初めて見るというお客人はもはやおらぬと思っておるが、万に一つ知らぬ者のためにまずは我らのことを説明いたそう。議長御意にござりまする。我らはここ柳川の地を治めていた柳川藩主立花家の歴史資料をお伝えする立花家資料館の公式キャラクター立花宗茂と銀千代姫でござりまする。我は立花家初代別紀道雪様の一人娘にして7つの年より立花山城の女城主でござりました。そして我の婿として立花家に入ってこられたのが宗茂様じゃ。わしはその後豊臣秀吉様九州平定の時柳川に領地をいただき柳川城の城主となった。関ヶ原合戦の時西軍についてわしは一旦領地を失い浪人の身となったが、20年後に奇跡的に柳川の大名として元の領地に復活し初代柳川藩主となったのじゃ。西軍につき改易されながら江戸時代に元の領地の大名に戻れたのは数多ある武将の中でもわし一人だ。我らは400年の時を経て当世の若者をよりしろとして現れ立花家資料館の活動を通じて皆様に立花家の歴史をお伝えしているのでござります。本日は我が夫立花宗茂様と共に、そして会場に来られておる皆々と共に我らの歴史演舞を楽しんでいただきとうござります。九州戦国史に光り輝く名門大友の同門衆行陽門の大畑のもと、
名族立花の名を継ぐ者は立花左軍の将軍源宗虎である。鬼道節の娘にして気高き戦士、そして立花宗茂が妻、源氏を馬鹿な鍋島直茂が柳川に攻めてまいると申すか。お前様は柳川城に戻られて鍋島黒田勢にお渡りくださいませ。私はこの館にて加藤勢に備えまする。女子だけで加藤清正殿の軍勢と戦うと申すか。なんという女子だ。もはや生きてはお目にかかれぬやもしれません。これが最後の別れと存じております。お前様、人に恥じぬ生き方をなされてくださいませ。それだけが銀千代の願いでございます。有利は及ばぬ。わしは高橋常雲の子だ。私は鬼道節の娘でございます。さて、ここにおられる南屋の中では先ほどのチャンバラ合戦に参陣された者もおるやもしれんな、はい、そろそろ武庫を開けられたか。いかがでござりましょうか。我らも一戦交えてきたところであるが、この後13時から15時からも開戦を控えておるゆえ、まだまだ気を緩めるわけにはいかぬの現状。はい、そうでござりまする。南屋、先ほど全力で共に戦った者たちもまた2度目3度目と共に戦っていただきたいと思うんじゃが、お前様、我は大変強ござりましたな。以上、強すぎたな。さようでござりまするか。そんなにもお菓子が食べたかったのか。いえ、戦というものは気持ちが大事なのでござりまするよ。何も言えぬな、銀長。そうでござりまするか。お前様は先ほどの戦いかがでござりましたか。いやー、まあ、結果で言うと負けとはなったものの、はい、本当にみんなで協力して頑張れたということがもう何よりじゃ。大事でござりまするな。さあ、この戦、南名の援軍がまだまだ必要でござりまする、まだ受付をされておらぬ者はぜひとも受付の方で当日の、受付をしてくだされ。南名で共に盛り上げてまいりましょうぞ。そして我らにはもう一つ援軍が必要な戦がある。それは立花宗茂と銀蝶の物語を大河ドラマで見たいという大きな願いを実現するための戦である。はい、柳川の民の中でそれを知らぬというものはおらぬと思いたいのじゃが、あまねく我らの活動が届いておらぬやもしれぬ。ぜひとも我らの活動を応援したい、もっと知りたいというもの、
おりましたら、会場内にもありまする NHK 大河招致ブースの方へ足を運んでくださりませ。そこでは応援する会の受付も行っておるが、これはあれかの議長の、はい、わしらの時代でいうところの欠板状のようなものなのかな。お前様、そのような物騒なものでも血を流すものでもござりませぬ。みなみな無料でお申し込みができまして、会員になられたものには、活動の進捗情報状況をいち早く、当選のメールというものでお届けするのでござりまする。おお、それはいい企てじゃ。実現の暁にはいち早く皆と祝杯をあげられるの。そしてぜひ我らも、時間の許す限り会場内におりまするので、お写真の所望、顔の所望ござりましたらお声掛けくださりませ。さて、我らは立花家の歴史をお伝えするため、歴史演舞や資料館内解説などを主に行っておるが、そればかりではない。我らの思いを込めた歌があるのでござります。戦乱の世において守るべきものはただ城だけにあらず、我が守りたかったもの、それは夫でもあり共に戦うものでもある宗茂様との絆じゃ。はい、願うは銀千代のもとへ帰る日を。宗茂様との日々を帰郷。白の影触れた夜。
最後となった名残惜しいの締めくくりの演舞は我が父同節そして愛刀来きり丸に捧げる来世みなみな手拍子お願いいたしまする。後ろのお方もありがとうございます。ありがとうございます。一号ゆめ立花宗茂と銀蝶の演舞台をご覧くださり誠にありがとうございました。お目文字可能たこと嬉しゅう存じまする。本日は誠にありがとうございました。13時から15時からチャンバラ合戦に参陣いたす。援軍を待ってるぞ。そして我らの2度目のステージは16時30分からでござりまする。ぜひとも皆々ご参集くださりませ。そして、会場の、タイガ招致ブースにもぜひ立ち寄られよう。そこではタイガ招致グッズや我らの限定武将印なども販売中であるゆえ必見じゃ。はい、我らも時間の許す限り会場内におりまするのでぜひともお声掛けくださりませ。本日はありがとうございました。Thank you.
ました。大丈夫か、みなみな。大軍がだいぶスムーズなんだよ、なんか。思いながら攻めるのか。2戦目を勝ち抜けるのは2勝した阿部宗茂吉阿部、見事羽
のみんなのおかげです。あげる本当にお疲れ様でした。さあ対して赤軍、かなり迫りましたが惜しくも負けてしまいました。もう皆さんよく頑張りましたよね、元力の。そうじゃな、あの青軍非常に強かったが、赤軍の皆も強かったな。そしていいよ、宗重殿以外にもかっこいい武将いっぱいおるから、ちょっと横の加藤清